もうすぐメリクリー、脇あずみです。何ですか？いやいや、メリクリ感ないなって思った鈴木えりです。みたいな。何ですか？だってなんかやるかい、クリスマスは。私は当日はできないけど、うんうん、その付近で親友ちゃんと一緒にパーティーできます。いいじゃん。ね、じゃあチーズフォンデュする予定なんで。やってんな。楽しみにしております。いいな、羨ましいです。はい、え、じゃあそんな場合じゃないですよ。はい、本日はリドルがあります。あ、チーズフォンデュできなくしてやる。あ、チーズフォンデュの機械いいな。いやいや、ちょっと私決まってるんだから、欲しいもの決まってるんで。いきますよ、早速。揺れ動いている。始めていきます。せーの。アゼリアール。今回は頭文字に R がつくリドルにちなんだコーナー、アズエリドルをお送りします。簡単に言いますと、謎謎対決コーナーです。謎謎、先に15勝すると商品をゲットするチャンス。はい、問題は構成を期すため番組スタッフが読みます。うん、現在アズ12ポイント、エリ11ポイントとなっています。商品目指して頑張りましょう。いやー、マジで接戦。あと3ポイント私。うわ、もしかしたら今回決まるかもしれないですからね。かもしれない。はい、じゃあ早速1問目お願いします。お願いします。問題です。はいはい、アズエリネームドギーさんからいただきました。ありがとうございます。野球ができる広さは畳何畳分でしょう。はい、畳、野球ができる広さは畳何畳分でしょう。あー、はーい、球場だから球場です。やったー、正解です。早い早い。早かったね。早いですね。あー、今のはもう納得のやつだ。うん、納得の速さでした。納得の、ありがとうございます。さすがにそれはポイントあげます。なんか上から上からいただきました。ありがとうございます。12対12でございます。はいはい、行きましょう。行きましょう。問題です。はいはい、問題です。はい、アゼリネーム JB さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。問題、お金を払わずにタクシーにも飛行機にも乗れるのって何人でしょう。ん、何人、何人。お金を払わずにタクシーにも飛行機にも乗れるのっていうのは何人でしょう。何人、うん、うん、わかんない。カナダ、アメリカ人、お金を払わずにタクシーにも飛行機にも乗れるのは何人でしょう。タクシーと飛行機関係あります？はい。え、タクシーと飛行機関係あるの？バスは関係ないんですか？バスも関係あります。自転車は関係ないんですか？自転車は無料で乗れる。ええええ、新幹線は関係ありますか？新幹線は関係ないです。え、ん、なんで？飛行機、タクシー、バス。飛行機は絶対関係あります。本当に何々人ですか？はい。何人が乗れますか？ですって。え、何人、何人。タクシーはひょっとしたら、はい、まあ中には乗れない。え、パターンもあるかもしれないです。もう一回質問聞いていいですか？もしくは多分10年後20年後だと乗れない人は増えてきそうです。乗れない人は何人？乗れる人は何人？乗れる人、無理、人、無料で乗れる人、乗れる人って何人と。今の、特に今のご時世的に、今の時代的にはタクシー、飛行機にも乗れるのは
何人と。ただ20年後とかだとタクシーの中には乗れない人も出てくるかも。ちっちゃい子でも知ってる国ですか？え、そんな？国じゃないって聞こえた。国じゃないって聞こえた。妖精の声が聞こえた。人、わかんないんですけど。何人？何人？新人。ブブー。何人ですね。何人？何人？無人。違う。ちなみに何人の何は2文字です。はい、そんな気がしました。何人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 ですか。インドネーシアの人か人人か風人か風人大臣風神大神が絶対違うもん。ジンジン。じゃあ行きますね。はい。うんジン。はーい。うんちん。え違う。え何？ジンジン違うの？えそっかチンだし。にするしかも。ふんじん。ふんじんジンね。ふんじん。アンジン、インジン、ウンジン、エンジン。あーよかった最初の辺の文字でよかった何人正解はエンジン。エンジン腑に落ちました。エンジンエンジンだあありがとうございます。でははい問題です。はいへい。アゼリネームドギーさんからいただきました。はい、ございます。名もないトナカイが住んでいるところはどこでしょうか。名もない都会。名もないえ、なんでだ。トナカイ。あーな名がない。あ、名がない。よし、すごーい。はっ、はじめ早かった。今のリーチポイントです。あ、やばいやばいやばい。リーチ、リーチです。はいはい。まだできますか。できるよ。できるかな。いけるんだよ。じゃあラスト1問。あ問題です。はい、はい。アゼリネーム JB さんからいただきました。ありがとうございます。問題。お花屋さんで絶対に花束にして売ってくれない花があります。それは何の花でしょうか。お花屋さんで絶対に花束にして売ってくれない花があります。それは何の花でしょうか。花が出てこないな。コスモス、パンジー。え？絶対に花束にして売ってくれない花があります。バラ。
ありがとうございます。どうですか？いや、ほんともうやっとついにここに来てですね。番組始まって一回も勝ってなかったアジュジュが。本当にリドルまたやりましょう。またやりましょう。やるしかない。じゃあ私の欲しいものを買ってもらえるんですか？はい。うわぁ、じゃあ、最初らへんに言ってた、うん、高級歯磨き粉でお願いします。歯磨き粉本当にいいの？いや、本当に歯磨き粉だよ。だって気になるんですよ。自分で買わないじゃないですか、高いものって。うん、気になるんです、すごく。へぇ、一生使っていくものなんで歯がね、歯は歯は大事にしなくちゃいけないから。やったー、やっと買ってた。高級歯磨き粉ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。わぁ、すごいですね。謎々をみんな考えてきたのかな、考えてきたのか、みんなが知ってるのを出してきてくれたのか。いや、すごいわ。本当に面白い問題いっぱいありがとうございました。ありがとう。はい、ということで以上、アズエリドルでした。番組ではメールを募集中です。メールアドレスはアズエリアットマークセカンドショットドット JP、 アズエリアットマークセカンドショットドット JP。 普通歌含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして大事なお知らせ。あれ、今週分のアズエリアールは水曜日24時から元気ですか？セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと、今まで3回も勝ってたのに。過去のアーカイブやアズエリアール特別編が聞き放題見放題です。泣いちゃいそう。皆さんも会員登録よろしくお願いします。セカンドショットカタログ2020ガールズメンバーズ、100ページ超えの大ボリュームでセカンドショット通販で販売中。皆様ぜひよろしくお願いします。そして1月9日はプロだ、よかった。ひとあかりちゃんとのオンラインイベントもよかったありますので、はい、そちらもぜひよろしくお願いします。家帰って泣きそうですね。あじじもう歯と脳をあとね活性化させて、いや本当そうですよ、素敵な人間になってください。はい、もう脳をいっぱい働かせます。はい、ということで今回はここまでです。ここまで。お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。